ラスベガスモータースピードウェイは、アメリカ合衆国のネバダ州ラスベガスにある、オーバルトラック。ネリス空軍基地の側にあり、ラスベガス市街地の一番端といえる存在。愛称は、ザ・ダイヤモンド・イン・ザ・デザート。主体となる全長1.5マイルのオーバルコースのほか全長600メートルのショートトラック、ダート・オーバル、ドラッグレースコースを持つ複合型レース施設である。昔は、 ドラッグコースの方がメインの小さなトラックであったが、1995年に今の形状となり、翌1996年から R とクラフトマントラックシリーズで使用開始。1997年にはブッシュシリーズ、そして1998年よりウィンストンカップでのレースが始まっている。R が2011年限りで使用を止めたため、現在は ナスカーのみの仕様である。スプリントカップシリーズとネーションワイドシリーズは3月の1回開催だが、キャンピングワールドトラックシリーズでは9月にもう一度開催される。2006年のレース後、コースが改修され、メインスタンドをコースに近くする改修を行っている。モータースポーツ以外にも毎年6月に、エレクトリックデイジーカーニバルが当地で開催されている。ほか、2014年から、 レッドブルエアレースワールドシリーズの会場としても使用されている1.5マイルの D シェイプオーバル。バンク角は20度と強めであるが、プログレッシブバンクと呼ばれるアウトラインによるほどバンク角が高くなっている。設計のため他の1.5マイルオーバルトラックほどアウトラインが不利にならないのも特徴。 周回平均190マイルパーアワー余り、ターン1入り口で200マイルパーアワーに達するという、テキサスと同様の高速インターミディエートをバルである。ただ、1.5マイルならではの混雑もあり、基本的には、コース幅をいっぱいに使えるインラインに有利。そのため、序盤から先頭をキープして、逃げ切る方が有利になり、ピットでは2タイヤチェンジのギャンブルに出るチームが多い。 1> 年一回開催というのもあり、各チームセットアップが難しくなる。ターン3で軽いブレーキング後、アクセルを開けて抜けていく。ターン4、出口が難しく、2009年にはここでパワーオーバーからのスピンが相次いだ。結果コーション11回という大荒れのレースとなっている。事故の瞬間、写真下方に浮上するウェルドンの車が見える。2011年、 11年ぶりに開催されたインディカーシリーズの最終戦、ラスベガスワールドチャンピオンシップスで多重クラッシュが発生した。11周メターににて、当時ルーキー同士のジェームズ・ヒンチクリフト、ウェイト・カニンガムが接触したのをきっかけに、後方のマシン15台が次々と巻き込まれた。この事故で、ダン・ウェルドンがセイハーウォールとキャッチフェンスに叩きつけられ、頭部に致命的な損傷を負い、 搬送先の病院で死亡した。また同じく事故に巻き込まれた JR ヒルデブラントとピッパマンが数日間入院、ウィルパワーが検査を受けた。レースは事故が発生した11周をもって終了し、事故に巻き込まれなかった19人のドライバーたちが追悼の意を込めて5周のパレード走行を行った。この事故を受けて、翌2012年シーズンのカレンダーからラスベガスでのレースが外された。 またその後の調査で、インディ500より多い34台がエントリーしたこと、インディアナポリスモータースピードウェイに匹敵する周回平均速度で密集して走行したことが事故につながったと結論付けられ、2012年にテキサスモータースピードウェイで集団走行を検証するテストが行われた。その結果、バンク角の高い高速オーバルではダウンホースを削減すること、 それまで一律に決められていたウィングの角度を規定範囲内で自由に設定できるようにし、異なる走行ラインを取ることで集団走行の密度を低くすることが決められた。ありがとうございます。